北のロッキーチャンネル。おでまーす。あのね、今日ね、ロッキーカフェにね、小包が届いたんだよね。小包っていう言い方もおかしいけどさ、これ視聴者さんの白田さんがね、なんかロッキーちゃんに送ったからっつって、物送ったからってなんか言ってくれてね、まあ前はね、チップスター大量に送ってくれたんだけど、それ動画に映す前に食っちゃった俺。はい、いやーすいませんね、なんかね、このね、2回もね、短期間のうちに、なんだろうな今回は。白田ちゃん、はい、え、紙うまいのかな、この紙。食ってみっか。リーテラトバリテウルスアリアロスバール紙いただきます。そんなわけねえよ、はい、おうわーすげえこれ、え、カレーじゃん、カレー、あ、無印良品のカレーじゃんこれ、牛バラ肉の大盛りカレー、うわすげえ、牛バラ肉の大盛りカレーが、ね、カレーが、まず3つよ。3つ。で、さらに、箱の中から、俺マジックシアタートリックじゃねえんだよ、俺。なんだけど、また、今度、ゴロゴロ北海道野菜のビーフカレーの、箱が出てくるっていう。なんだこれ。じゃあ、俺男を見せるよ、片手で全部すごいねこれ。これも、あ、これは SB だよ、 SB、 これありがとうございます。これ曲かな、これギロリ、あ、ありがとうございます。白塩田さん、さてと今日は税務署に用事があります。YouTube、 おかげさまで皆さんの、ね、おかげさまで収益化させてもらってるんだけど、前にもどっか日常で言ったと思うんだけど、サーバーがシンガポールにあるんだよ YouTube って。でそれでシンガポールで要は課税対象にならないように、俺はシンガポールに住んでないよ、日本人だよっていうのを証明する書類でね、居住者証明書ってやつを税務署で取得できるんで、今取得してきますけど、もう着いたわああ、受付1分で終わった、温泉最高。いやもう1分で終わったわで、だから居住者証明書っていうのが、ができるのが、本当はさ、2、3日とかっていうのが相場なんだけど、30分でできるって言われたわ。その間俺、郵便局行って、あとスーパーで米買ったりしようかなと思ったら、また郵便局着くんだわ。やっぱりね、札幌ってアクセスいいな、おい。札幌最高。お金が15万なくなった、音声最高、あ、最低。本当にさ、金に羽が生えてるってのは本当昔から言われてるけど、その通りだね。大きいお金が入ったと思ったらもうそのまんまもう飛んでいくもんな何なんだよこれ。もう俺はね、金持ちになりたい。で金持ちって言ってもさ、いろんな、なんて言ったら、その人によったら基準があるじゃん。俺の金持ちの基準っていうのはね、例えばね、あ、腹減ったら、あそこに、トンヨシがある。あ、これ、トンカツ。あそこにブンとある。あ、入るか。って、ふって入れる人が金持ち。ね、あ、海鮮丼屋あるな。あ、海鮮丼食ってっか。それが金持ち。ね、いや、これ食いてえな。いや、でもちょっとな。なんかコンビニでなんかパン1個で済ますか、それだったらな400、500円浮くからなとか、そういうなんか銭勘定しないでパッと物を買える、もしくは毎月支払いに困らない、それが金持ち。いや、てか当たり前っちゃ当たり前なんだけどしょうがねえべ、俺まっとうな当たり前な人生を送ってねえんだから、しょうがねえべ。
なんか文句あるのかそれ。というわけで、今から質屋さんに賃料を払いに行きます。俺何回ここに救われてんだ。感謝感謝。また来月来ます。温泉最高。ちょっとさ、仕掛けをねお願いされてたのがあって、絞り玉がないんだよね。夜光絞りね、まん丸いやつね、あれが足りないから、あれを買ってこようか。あれを50個入り買ってこようかな。50個ってことは胴付き仕掛けだったら針2本だから、25組分か。大丈夫だね。アゼミ行こうと思ったけど、ちょっとめんどくさいから、釣り人行くわ。確か釣り人に売ってたような気がするんだよな。高かった温泉、残念。いや、残念だな。ちょっと高かったな。やっぱりね、ちょっとアゼミ行くわ。で、これなのよ。釣り人が悪いんじゃないんだよ。釣り人は、竿とかね、リールは一番安いから、あれなんだけど、こういうことなのよ。さっき言ってたそのお金持ちっていう話って。あ、買おうこれ。はい、ぽい。これなのさ。それがね、例えば500円とか違うんだったら、まあちょっと車運転して向こうまで行くかとかさ、今日やめとこうかなとか、そういうことになるのよ。ね。そのお金の話でも言えばよ、俺みたく貧乏ね、貧乏をかっくらって毎日生きてる人間もいればね、その人の努力とあと運とでね、お金に困らないで生きてる人もいるのさ。で、逆を言えばどういうことになるっていう。じゃあ俺は運もない、努力もしてない、あ、俺が悪いんだわ。はい、喜んでの人の色だ。やっぱり安い温泉最高。アゼムで絞り玉をね見てたのよ。で、ああこれいいな、安いで、手に取って、そのコーナーをね、島を出ようとしたら、あ、ここにいたって、とてもイケメンのね男性に話しかけられてね。で、それで、視聴者さんですねって、動画見ていただいてんですかって言ったら、あ、動画見てます、本当ありがとうございます、お声掛けいただきまして。で、鮭ですかとかって聞かれたから、いや、これから根物とか松川とか用の絞り玉買いに来たんですよねって話したのよ。で、そしたら、いや、僕も松川釣れました、ネット仕掛けで釣れましたよって。あーね、で、ね、俺もしらじらしく、あ、ネット仕掛けなんか作り方はどっかで見たんですかって、いや、もうそれはもうロッキーさんのって言ってくれてね、嬉しかったっすよ。で、キャッチサイズ釣れましたかって、要は35センチ以上ね、たら、55センチ釣れたんですよって、いや、いいなと思ってね、なんだ俺よりでかいじゃないかよっていや、本当にね、ありがとうございます。でもこれが嬉しいよね、やっぱりね。なんだろう、遠投の仕掛けとかそういったのってさ、もうそうだけどさ、胴付き仕掛けとか誘導とかもそうなんだけど、やっぱネット仕掛けってやっぱ分からんのよ、なかなか。ネットの巾着部分もそうだけど、ネットからどうやって重り出すのって、どうやってネットにどう重りつけるのって、そこがね、なかなかね、難しいのよ、普通に考えて。だからね、非常に、ああ、そういう話を聞くと、ああ、動画出してよかったなって思うよね。リアルスーパーチャットはもらえなかったけどね。はい。これからもよろしくお願いいたします。
さあまた税務署また戻るか。なんかさ具合悪くなってさ、早めに寝たんだよね。6時ぐらいかな、夜の 6時ぐらい。今日付変わって1時ぐらいなんだけど、具合悪いっていうかすんげえ眠たかったんだよね。眠って、あ、違うな、めまいもしたのかな。40超えたら一気にガッタガタだな、お前。40超えたらさ、あれか、人間ってそんな脆いもんなんですか。皆さんは何歳ぐらいになったら体、ああ、なんかガタきたなって思うようになりましたか。もしよかったらその辺、コメント欄で思いの丈書いてください。俺はもう40代に入ってすぐぐらいだね。いや、41だな。40代入ってすぐぐらいだなと思ったけど、40やっぱ1ぐらいから。あれってなっちゃったかな。あれ？北のロッキーチャンネル。